先给大家们大介绍一下啊，这位是那个来参加的这个咱们日本战友，我呢采访他一下，让他说一下自己的感受。我试试同声翻译吧，我跟你们稍微试一下。何をお答えしたらいいですか？ここに講義に来て、感想は。你到这里来看有什么感想？啊，いや、寒い中みんな頑張ってるな。大家都非常。大変素晴らしいと思います。私がここに参加している理由。在这里参加的理由。これを少し話していいですか？可以说一下吗？私は日本人ですが、この皆さんの集まりに参加しているのは、日本が経済が停滞をして、経済活動、あるいは物価があまり上がらない、こういう中で、海外の人が日本の土地を買ったり、海外の人がいろんな活動に参加したりしています。でも善良な人が参加していただくのは大いに結構なんですが、悪意を持った人、悪意を持った企業、こういうところが日本の経済に入ってくるのは問題です。で、私もハウステンボスが外国資本に買われたというのは聞いたんですが、まさか中国共産党の手先である企業、この看板にある基金被他们买走、親分であるこの会社、ここは共産党のスパイの会社だと聞いてびっくりしてます。間谍的公司买走。ハウステンボスのすぐ近くには佐世保空港、佐世保の軍事基地、こういうものがあって、日本にとっては大変なリスクになります。ハウステンボスだけでなしに、日本のいろんな、リスクの、日本にとっての大きなリスクのある場所を今後も狙っているようですし、そういうことを世界のみんなにも知ってほしいし、日本人はもっと知らなければいけないなと思って私は参加をしています。とっても素晴らしいです。ありがとうございます。